ゲームでかけよう。やだよ、どう考えても無理に決まってんだろ。いいよ、というわけで今回使うのど飴はこちら、ミルクのど飴。なんか家にあったわ。おい、ちょっと待てよ、封が開いている。誰だ、買っていくぞ野郎は。なんなんなん、お前ら許せねえ。ほら感情ですまんな。喉は大切に支払いや。1日8個は食べよう。さて選別開始だ。ドイツの動画にしてやろうか。全部一個一個剥いていきます。地道だけど頑張れ。できた。チョコボールみたい。どうすかい。うっせ。シャンカー、火をかけてる間にお湯を沸かそう。焦げつかないようにゆっくり混ぜるんだぞ。おっと、にゃんこがお呼びだ。かわいいね。いいね、順調に。少しずつ馴染んできたぞ。もうちょっと伸ばしたい。なんか餅みたいじゃね。匂いすんごい。ええやん。普通のキャラメルになっちゃった。絶対にクソ熱い気がする。いや、大げさだろ。ちょっと俺にも触らせろよ。負け。死ぬ。クソ熱いミルクのダメペン。さあ、ミルクのダメペンで字はうまく書けるのか。あった。しかしここで異常事態発生。先端もう固まってる。早すぎ。もっと先端切る。これどうよ、無理やり書いてやる。熱い。熱い。やっぱ無理か。無理です。というわけで今日もドッカンダカさん誕生日おめでとう。